死ぬ年明け最初の言葉それ。今1192年、鎌倉幕府かい。あ、でも今鎌倉幕府の年号が変わったとかなんとかって。そんなの知らないから。それは見過ごすことできないな。なあ霊夢、こいつもしや目を開けたまま寝ている。こいつどこでそんな技術身につけたんだ。はいどうも、2020年バージョンスケモンです。何も変わってないじゃん。なんか変わってると見せかけて何も変わってないドッキリ。月の中に沈めるぞ。おはよう。あ、おはよう。本当に寝てたのかよ。2020年のために充電してた。充電してたけど夢の中で使い果たした。何してんだよ。っていう金置き早々なんだけど突っ込んでいい？なんでしょう。洞窟は我、逃走するだけ。逃げやがった。前回洞窟行ったんじゃないんですか。こればかりはな。白黒はっきりしてもらわないと。なんだこのセットは。謝罪会見をするっていうから特別に作ったんですよ。さっきまで寝てたのにこういう仕事だけはするんだから。そんでなんで洞窟探検じゃないん？それはね、動画ファイル壊れちゃった。は、ごめんなさい。何でもするんで許してください。今何でもするって言った。初見で探検した時の動画はないんで、どんな感じだったのかは伝えます。今何でもするって前回動画が終わっただけの前です。まずはこっから下りたいと思います。なんで最後まで喋れないの？これで編集の力。これが大の大人のやることか。もしかしたら大人じゃないかもしれない。それはあるかもしれん。お前が言うのかよ。まあこんな感じで結構奥深くまで潜っていて。しっかり探索してるな。なんで動画ファイル壊れたの？違う、録画ソフト使ったら終わった。これは、もしや廃校。そうなんすよ。廃校があって取れたかもそこそこだったのに。本当に何してんだよ。結果いろいろ探検してこんだけの資源を手に入れました。ざっかりダイヤも手に入れてるし。本当はパート2分くらい洞窟探検編やろうと思ってたんだけど、できませんでした。新年早々にやらかすとは今年は何かあるぞこいつ。おみくじ引いたか。僕毎年引かないタイプの人間でして。あ、そっちなんですか。ちなみにオタクらはどっちのタイプで。あ、そもそも人間じゃない。お前失礼にも程があるぞ。まああとやったことといえば牛と羊と鶏をある程度確保したくらい。なんだかんだ必要になってくるからなこいつらに関しては。まあその辺にうろうろしてたから適当に捕まえてきました。ちなみに洞窟探検の次といえば皆さんは何をします？海水浴かな。随分変わった人ですね。季節外れの海もいいものよ。じゃあいっぱい行きますか。行っちゃいますか。本題に入ろうか。しょうがないな。しょうがないなってなんだよ。無難に家を作りましょうって話ですよ。今あれだもんね、野宿だもんね。そうなんだよ。このまま続けると風邪になるからね。ちなみにリアルスケモンは口内炎で苦しんでます。その情報いらん。あれ、これまたあの方ですか。もう僕たち親友だね。だってさ、マリサよかったね。確実にお前に言ってたよ。まあ建築をするには気を切らないと始まらないので、今からめちゃくちゃだるそうに気を切ります。めちゃくちゃだるそうに。もう帰りたい、やめたい、を鳴らしたい。なんでカットした。さすがにそれは止める。この実況の抑制担当に抑制されました。たまには私が編集の権力を持つのもいいだろう。ところで家って言ってもどんな家作ればいいんですかね。知らない。それは私たちに聞いちゃダメでしょ。仕方ない、建築センスの塊の実力見してやるよ。ノイクラのプロの力見せてやれ。まあやっぱり原木をうまく使っていくんすよ。建築の上手い人は原木を使うポイントも上手いからな。まあこうやってこうですよ。なんですかねこれは。今のはなかったことにしましょ。隠滅できてないぞ。ちょっと今回は高床式というか、こんな感じで作っていこうかなと思います。どうでしょうね。完成すれば凄そうだけど資材がめちゃくちゃ足りなさそう。今原木何スタックあるんだ。スタック、そんなものねえよ。それはもう無理だろ。じゃあ一回木を切りに行きますか。多分だけど、予想は10スタックくらいいるんだよな。めっちゃいるじゃねえか。なんかマイクラの神が降りてきて大量の原木をプレゼントしてくれないかな。お困りのようだな。は、神様、本当に来るの？ギャルのパンケをくれー。よし、わかった。うわぁ、貴様、何をやってるんだよ。あ、ちなみに元ネタわかった人いたらコメントで答えを言ってね。イケメンが一番大好きな漫画です。あ、このタイプの多くの木嫌いやわ。原木が複雑に生えているからな。原木全部切らないと苗木も落ちないし。これは10スタックって2ないと帰らないの？いや、とりあえず鉄の斧が3つなくなったら戻ろうかなと思っている。っていうかあれってまさか。あの特徴的な木材は、まさかの展開、やっぱ村だー。これは思わぬ収穫だな。だから、本棚、じゃがいも。じゃがいもがそこに入るの笑う。じゃがいもに失礼だぞ。それは謝るけど。あ、ダイヤ手に入ってるからエンチャントもできるようになるのね。そういうことなんですよ。エンチャントは活用していかないと、やっぱり作業効率がだいぶ変わりますから。効率強化はだいぶありがたい存在。お、本棚がある家が2つありますね。これは牛の犠牲が少なくて済みそう。さりげなく恐ろしいことを言うなよ。あ、これチェストがある雰囲気。うわぁ。こんないいもの入ってるんだっけ。村の金庫かもしれない。皆さん、ここにヌスッとがいますよ。まあこれはお土産として。だいぶ豪華なお土産だけどな。洞窟探検行くよりこっちの村を先に見つければよかった。さあ作業に戻りますかね。とりあえず間取りは完成である。私の部屋はでかくしてね。お前の部屋なんかねえよ。
ガーン。ずるいリアクションするな。とりあえず窓とかは作るの後にして形は作りたいよね。え、これ何階建てにするの？一応2階建てをイメージしてる。もっと高いくらいがこの幅だと一番バランスが良さそう。これくらいの家に将来住みたいわ。こんだけ広かったら結構高いんじゃないか。豪邸建てたいわ。やっぱ一軒家って憧れるよね。そうなのか。小さい頃一軒家の友達の家が羨ましすぎた。やったじゃん。これで夢が叶ったじゃん。それはゲームだろ。てへペロ。ペロペロ。それは気持ちが悪いわ。階段とか作ってやっと雰囲気出てきましたよ。ちょっとこっからこだわっていきましょうか。この段階で、壁の木材を床と変えます。あ、それは伝説の。そう、伝説と言われた木材。白カバー。はいはい、白カバの木材ね。そうだけど、そんな逆切れみたいに言わなくても、壁が白カバっていい感じになるっぽいっすよ。いい感じとかなるっぽいとかめちゃくちゃ曖昧じゃん。すべてが曖昧な男、スケモン。優柔不断だわ。なんだそれ。ほら、言った通り相性抜群じゃん。思ったより悪くなかった。こう見ると結構いい家に見えるのが不思議だね。不思議じゃない？実力だから、センスだから、素質だから。めっちゃ自信満々じゃん。さすがプロ。略してさすプロ。略す必要性なくない？屋根を作りながら前回のコメント返信をしたいと思います。まあいくつかあったからいくつか返しましょうかね。そうだな。1個目、うぽつです。これを拾うってことは相当コメントがなかったってことだぞきっと。そうだね。前回のぷよぷよであんなこと言ったばかりに選びにくいんじゃ。君たちうるさいね。あ、すまんすまん。他動画の最速をコメントするのは禁止ですからね。そうだったね。農業クラフトって農業リンクラフトともろかぶりかも。すいません。自分が情弱なのでその方は存じてないんですけど、農業系をやる以上は被っても仕方ないかなと割り切ってます。一応調べた限りだと農業クラフトっていっぱいやってる人多いし、いっぱいいるなら自分もいいかなって考えっす。農業系はたくさんいるよな。まあせめてもの言い訳として、うちは農業プラス竹モッドなので。なんかもうそれも言い訳だけどな。だから言うならば農業と竹クラフトと。まあなんか語呂が悪いから竹と農業クラフトで。どっちも変わんねえだろ。さあ、行くぞ！僕たちの戦いが終わった。いやー、長かったね。まさかこんなにかかるとはな。僕のかっこいいセリフに被せるな。え、いつかっこいいセリフ言ってたんだ。え、久々に怒りを覚えたぜ。スーパーサイヤ人になります。うおー。まあこいつは放っておいて家紹介しますか。そうだね。いや、チャンネルのうぷ主をまずは処理をしろ。めんどくさ。では完成した家がこちらです。この距離微妙じゃない？見せる角度間違えたな。リハーサルしとけや。はい、これが完成形です。数分の間に何があったんですか？カットというものを知らないのか。ほら見て、地味なこだわりなんだけど、正面と横の窓の形状が違うんだよ。お前にしてはよく頑張った。これが後ろ側ですね。ちょっとしたベランダ的な感じになってるんだ。あえて川の近くにしたのは意味があって、こういうことがしたかったんですね。続いては内装か。まあ内装はそこまでこだわりがないんですけどね。こちらがエンチャントルームと精錬所です。本棚は村人から強奪したやつ投資を何頭か犠牲にして作りました。この悪魔。おかげさまでエンチャントができますよ。何にするんだちだと。まあこっちはこんな感じです。分業の間に色々ありすぎてツッコミができなかった。何かの腕も起きたね。そんでこっちはですね、私の寝室兼調合室の予定です。予定とは？値段言ってないから調合台がまだ作れないんですよ。これは次回かな。正直それはある。鎧盾も置いたりしておしゃれ感を演出した。弱いおしゃれ感だな。2階は完全に倉庫です。一生必要ないくらいチェストを配置しました。こんなにいるか？だからもうチェスト作らん。まあ農業で手に入る食べ物を分別すればいいんじゃ。あとは屋根裏にちょっとスペースがありますね。これの使用用途は？完璧に外装のためにできちゃったスペースです。謎のスペースだな。ってことで家ができたのでとりあえず一段落ですね。次回は何をするんだ？今年の抱負をゆっくり語る回にするか。マジですか？嘘です。絶妙な嘘つくな。それで破局の動画終わります。今年も、よろしく。今年もザサマックスでやっていくぜ。